関西グルメアワー今夜の天主はラーメンの時間メインディッシュの関西人気ラーメン店店主4人の熱いトークの後はもう一つのメインをご紹介しましょう関西人気ラオタ3人によるおすすめラーメン店いやラーメンを作る人がいればそれを食べるお客さんがいます。 その中でも熱狂的に応援するラーメンオタク、略してラオタの方々に、去年2019年の関西ラーメン業界を振り返りながら、今年はどんなラーメンが流行るのか、そして店主ではないラオタ独自の目線で熱く語ってもらいます。通ったお店は4000件以上、食べた配数6000倍以上、大阪市内のラーメン店全制覇、誰よりも最新情報を持つ新店ハンター豊常さんです。 はい、えー、新年明けましておめでとうございます、えー、よろしくお願いいたします,お願いしますそして一日最高10杯はいけると思うラーメン大好き関西女子ピーちゃんです、はい、新年おめでとうございますよろしくお願いいたします,、はい、しますそして最高一月で120杯陸海空を駆使してラーメン旅歩きで47都道府県を制覇最近はテレビにも出演する天ヶ崎の大阪さん 天ヶ崎の皆さん新年明けましておめでとうございますおめでとうございます天ヶ崎の大阪でございます今日は皆さん、はい、天ヶ崎以外の方の方も聞いてますかねあそうなんですかそうですよ <laughs> ええー、よかったまあ、ね、まま基本天ヶ崎に届けていきたいと思ってますんではい、はい、それではこの三人で関西のラーメンを語り合ってもらいます最初のテーマはこちらです今年話題になりそうなラーメン、うん、さあ2020年はどんなラーメンが流行りそうかをラオタさんの目線で語っていただきたいと思います それでは発表をお願いします <laughs> 豊恒さんが特徴のあるだし系そしてぴーちゃんさんがネイキッド、うん、大坂さんがインバウンド用ラーメンということですけれどもいやどれも気になりますけどまずぴーちゃんさんの,そのネイキッドってどういうことですかえーっとですねすみません 去年なんですけど去年はどちらかというとまあシビカラ系って言われる山椒とか一味を多く使ってるラーメンとか、はい、結構トッピングが豪華なこうデコラティブなこうインスタ映えするようなラーメンがすごく多かったかなと思ってるんですね。はい、でまあ女性一人でも入りやすいラーメン屋さんとかも多かったんですけど今年はちょっと打って変わってチンタンですね。 ラーメンでそのネイキッドっていうのが、うんまあ、いわゆる、まあ、例えば酢ラーメンとかかけラーメンあのトッピングが乗ってないラーメンの究極の進化バージョンといいますか、うんでまあ、うどんとかでもかけうどんとかあるじゃないですか、はい、ああいうのとまたちょっと違ってその本当にスープと麺を純粋に楽しむそれ専用のラーメンという感じですかね。ネイキッドって裸とかかそういうです、ね、そう,ですそうです、はいい年ぐらいですかね、えー、っと各店舗にも,もう ラーメンとあの麺と出しだけでこう出す店を特集したっていうのが今ねイキッドっていうのは東京の方で結構実はねあの流行りですよねはその味付け卵とかチャーシューとかってなくて本当に麺とスープあと薬味がちょっと乗ってるかなぐらいやっぱりねチャーシューとかねギにしろトッピングがこう だし自体の旨味を阻害する場合があるんで、本当にこうだし、はい、の旨味と。麺だけを味いたい、味わいたいっていうのがネイキッドですよね。そうですね。こうん、ーラーメンのほんまのこう好きな人が、はい、ほんまのだしの味を食べた。あのラーメンの味を楽しみたいっていうのが実は、うん。そうですよね。そのお店のその麺の味、それとスープの味や香りっていうのを、はい。ダイレクトに楽しみたい、その店主さんが作る、その。 もうトッピングとかそういうのでごまかさないもう本当の状態っていうのを食べたいっていう感じですかね、うん、食べた後にすごく爽,、うん、爽やかというか爽快な気分になれるというかえっなってなります <laughs>、うんえー、大阪では麺鉄系列で、ねねはい、たまにメイキッド食べさせてもらってますねあのありますできますよね、はい 面鉄系というのはあのお店ですね。面鉄っていうお店の、はい、まあお弟子さんとかがこうあまああるんですけども、はい、そういうお店が結構ね,ね、うん、あの出してます、ね。はそのツーの方が楽しむような食べ方が全体で流行りますかね。私たち <laughs> 私のような人でもそうですね。はい、まだそのラーメンブームっていうのはずっとしばらくは続くと思うんですね。なのでそのまあいわゆるラオターと言われるジャンルの人たち以外でもやっぱラーメンを んで食べていただくことか機会っていうのはすごく多いと思うので、うんはい、そうなってくると、まあ、レイキッドと言われる裸のラーメン、はい、に興味を持つ方多くなるんじゃないかなと思ってます<ー>とその店主さん側もととスープでで勝負をかけるるっってていいううう楽しみっていうのもあると思うんです、うん、ん先ほどから出汁を楽しむとおっしゃってましたけど、はい、豊恒さん特徴のある出汁系って そうですねああのまあ、去年からですねあのままあああの、まあ、昆布水つけ麺みたいなっていうのがありましてこれはあの、はい、せつけせつけ昆布水の冷たいだしに、はい、あの麺をつけてですね、はい、でつけ麺としてあつけ汁またベッドねあの豚骨系とかをこうあのつけて食べる昆布水つけ麺っていうの<ー>これがね結構こう実はあの昆布水 をつけることによって、結構麺がコーティングされて、はい、結構こう食べる時の食感のズルズル感っていう。これが結構いいんですよね。まあ、こういう、えー、こういった、まあ昆布水つけ麺みたいなのが去年から出てきて、で、今年はさらにあの鴨、ー、出汁系とか、はい、あとカニ出汁系、えー。なかなかこれね、出汁取るのすごい難しいんですけども。はい あのーまあ、去年ぐらいから、あのー、出てきてますで特に、あのー、有名店の,、はい、あの店主さんがあえてこうプロデュースしたお店っていうのがこうちらほら出てて、うん、例えば鴨出し系でいきますと喜多方食堂さんが、えー、と麺の鴨シっていうお店をプロデュースしてるんですね。あ,であるいいはあのバズっていう、あのー ラーメンさんがあって、和津の中川さんという人が、はい、えっと、麺に光をという店はアメリカ村に。こう、実は出し、これ、<ー>あの、鴨出し系なんですね。鴨出し系。鴨出し系、はい、で鴨だしって、実は、これ、結構、えー、出え、しを取るのが難しい。んです、うん、なかなか鴨出し系では、こう、鴨だけでは、なかなか、た、あの、うまいこと出せない。んでうまいこと、それを、まあ、ちょっと鳥を使ったりとかしてですね、はい、あの、うまく、こう。 あのだしを取っていくっていう,こう鴨だし系っていうのと、はい、これまたカニですよね美味しそうですねカニカニ、これカニはまあ大阪でも少なくてただ去年で言いますと田緑、うん、にある北吉さんっていうところ、うん、あ皆さんうなずいてください有名なんですねラーメン丼を というラーメン店の平井さんっていう方がプロデュースみたいでて、はい、これがあの,かあのカニのあのパイタンっていうかあの白く濁った出汁で、はい、あの出していると、でもう一つあの最近最近12月年末に近代前に友義さんっていう、はい、これまたカニだしのラーメンこれ、えー、できてるんですねで続々これは実はあのラーメンかすみさんっていうまあこれけ結構人気のあるお店の、はい 尾、えー、崎さんっていう方がプロデュースして、あのー、出したお店があって、はい、この鴨だしとカニだしっていうところが、うん、実は今年なんかこうでもさすが新店ハンターの豊恒さんだけあって、はい、新しいお店がどんどん出てきますね。そうですね今聞いた中でも ものすごい数のお店出てきましたよね。聞いてる方皆さんメモできましたかね。これまた YouTube 見てもらった。そうですね。朝から見ていただければいいですもんね。へえ。そして大阪さんがインバウンド用ラーメンとおっしゃってましたけれども、まあそうですね。あのまあ今年二ゼロ二ゼロ、まあ東京オリンピックなんで、まあ外国の方はただでさえね用意できくださってるんですけど、もっと増えるんちゃうかないうので、まあ豊洲さんも今おっしゃってた出汁系ね、こんなんもそうなんですけど、やっぱりその 豚食べれない人もいろんな理由でねいらっしゃるじゃないですかそんなんがあって一風堂さんとかでも豚骨やのに豚骨じゃないラーメンをインバウンドの方向けてやってやったりとかしてる知らなたですとかっていうのもあってでいろんなドイツのがにだし系が増えてきてる中で外国の方も楽しめてで日本の文化も 楽しめるというか感じれるうまいっていうラーメンが来るんじゃないかなっていうので、はい、あのこの「インバウンドよ」っていうのを書いてるんですけれども、はい、その中でちょっとあの大阪のね、まあ、ジャンクストーリーさんっていうお店がまた有名なお店があるんですけど、はい、まあそこの方がちょっとそれこそあ学校あった横浜のね、はい、ち茅ヶ崎か神奈川の茅ヶ崎の方にね、はい、そこのジャンクストーリーさんのお弟子さんがスタートっていうお店をね、はい、あの茅ヶ崎の方でされてるんですけど、えーはい、そこがやってるのがねしいたけだしのつけ麺っていうのがあって。えー しいたけと昆布とかのみで動物系いわゆる鳥とか豚骨とか、はい、お魚とかそんな抜きで、はい、あの作ってるだしがあるんですけどそれが結構美味しくて<ー>で今までしいたけ自分控えやったやんみたいなね <laughs> あうまみちょっと出すだけの役割やったやん <laughs> いうのが <laughs>、はい、急に今日上がってきてるやんみたいなね<ー>うそうそうそうほんであっこれやったら外国の人もし、はいたけ 英語で何ていうか知りませんけどね何とかヌードルじゃんみたいな形でいけるやんみたいなんでめちゃくちゃ日本人の口にも合うしそれが欧米の方でもアジアの方でもいけるんじゃないかなというようなをちょっと感じたんででも彼がねスタートの彼が茅ヶ崎からもう東京へ出て行ってやるというようなことも意気込んで言ってたんでああ俺シイ天下取る日近いなと。ででもも海外の方増えてますすんんねそそうなよだから いいんじゃないかなと思って<ー>、はい、なんか豚骨とか食べてた身からすると、うん、物足りなさ感じないですか それも大丈夫ですどう大丈夫なんでしょうもう全然物足りなさを感じないぐらいの旨味がギュッと出てるんではい。えーはい、だもうこんなお店増えたら、うん、あのいろんな方に食べてもらえるんちゃうかなと思って現段階ではそんなにまだ店舗はないってことですね、うん、あ椎茸あんだけ椎茸です言ってるラーメンは多分うん、うん、ないと思うあんまり聞かないですよね,ね<え>聞いたことないですね、うん、それがいわゆる限定で作ってるんじゃなくてデフォルト はい、いわゆる通常のメニューでしいたけが一番店なんですようちしいたけやってますぜっていう店なんで <laughs> ああメイン料理もうそれがメインなんですね面白いなと思って外国の方にも楽しんでいただけるんじゃないかなと、ね、ビーガンの方とかでも,気兼ねも、ね、あそうなんですよ行けるとはいますね